はい、こんにちは、こかまです。今回は消しゴムを使っていきたいと思います。4回目になるんです。最近ね、結構多くなってるんですけど、やっていこうと思います。この4つをね、今回は使っていくんですが、まず1つ目はトンボのもっと軽く消せる消しゴムです。で、2つ目はハードタイプのものですね。こちらは100均で3つ入りでね、売っているものです、ね。で、続いてはペンテルのスマッシュの消しゴムです。こちらは同じペンテルのアインブラックに似てるかなって思いますね。見た目的にも。で、続いてこちらのプラスのエアインです。こちらはもう一つの上位のダブルエアインっていうものがね、あるので、あまり使ってなかったんです。ではまずこちらですね。こちらのペンテルのスマッシュを使っていこうと思います。このスマッシュはやっぱりね、こう消し味的にも、結構ね、アインブラックに似てるなと思ったし、このね、弾力感も似てるなと思ったので、同じなんじゃないかなと思いますね。こんな感じで、こう見た目的にもう似てるかなって思います。まあ、どっちにしろ消し能力はいいと思うし、消し味もね、いいなって思います。では続いてプラスのエアインを使っていきます。で、このね、ダブルエアインとエアインということでね、同じ感じのものになっていて、こちらダブルということで、まあ、配合されているものがなんか新しく加わって、軽くすっきり消せるということで、こっちの方がね、上位になってくるのかなと思うんですけど、そんなに大差ないかなって思いますね。まあ、でもね、どちらも消し味はすごくいいなと思うし、個人的に柔らかい消しゴムが好きなので、すごくいいなって思います。はい、ということで今回はこちらの4つを使ってみました。どれもね、照準能力的にはすごくいいなとは思うんですけど、個人的にやっぱり柔らかい消しゴムが好きということで、こちらの2ついいなと思います。逆に言えば硬い消しゴムが好きな方には向いているものになってるんじゃないかなと思います。ということで今回はこんな感じで終わりたいと思います。最後までご視聴いただきありがとうございました。では。